インドに来てものすごく印象に残っている驚いたこと、まずは日本のアニメーションやドラマがすごく人気だということです。みんなよく知ってます。日本のアイドルであったりとか有名なアニメであったりとかドラマとかも環境とか文化が全然違ううちなのにすごく楽しんで見てくれていて、私よりも詳しいという部分もあってすごくびっくりしました。あとは意外と日本とインドで似ている部分が多いんだなということも心に残りました。たくさん神様がいていろんな神話があったりとか、お客様をおもてなしする心を大事に持っているとか、あとは年上の人や目上の人にきちんと敬意を払う、そういったところもすごく日本人にも分かる気持ちだなと思って、とても過ごしやすい日々を送りました。ありがとうございます。